今年はもう本当に2級建築士合格したということもあって、去年よりかはだいぶ豪華になっております。皆さんこんにちは。2級建築士ヒロゲーです。はい、ということで今年もこの季節がやってまいりました。私ヒロゲーの自分への誕生日プレゼントです。はい、12月13日は私ヒロゲーの誕生日でございます。私今年で24歳になりました。まあ、24歳で2級建築士を取ったってことは結構こう自分の中ででかいかなって思いました。まあ、とりあえず目標としては30歳までには1級建築士の資格を取得したいと思っております。まず誕生日プレゼントの前に僕は先週の土曜日にレゴランド大阪に行ってまいりました。で、そこでピックアブリコをやってきたので結果を見せたいと思います。僕ツイッターの方で絶対2キロ超えてやるみたいな感じで話したと思うんですけど、実際レゴランド大阪に行ったらちょっと大事件が起こりました。前までは量り売りと専用のケースに詰めれるまで詰めれる方式があったんですけど、僕が行った時は量り売りしかありませんでした。なので今回のピックアブリコは結構控えめでございます。では今回の結果はこちら！はい、こちらでございます。もう先言っちゃうんですけど、今回僕が詰めた量は 645g でした。ちなみにパーツの量り売りだと 1g 10円なので、これだけで6500円もしました。いや、僕はピックアブリックはめちゃくちゃ詰める方なんですけど、グラム売りで6000円も持ってかれましたので、個人的に言えばまあ損しちゃったかなって思います。ちなみにパーツの種類なんですけど、この前行った時と結構割と入れ替わってました。じゃあちょっとあれなんで詰めたパーツを一気に出します。せーの、絶対はい、こちらがレゴランド大阪で詰めたパーツになります。ちなみにこちらは5000円以上購入するともらえるレゴクリエイターの雪だるまです。ちなみに結構詰めたのはこれですね。じゃあ、このグレーのレンガパーツ、これを全部で100個ぐらい詰めました。で、あとはこちらの水色のクリアブロックです。これも多分100個ぐらいは詰めました。で、あとはこの 2×3 のグレーのプレートを50枚ぐらい詰めて、で、あと 2×2 のグレーも100個ぐらい詰めました。で、あとはこういった小さいパーツもたくさん詰めました。ちなみにもしこれケースのやつがあったら、多分レンガブロックは200個は詰めてたと思います。で、あとはこういったトランスクリアパーツとか結構珍しいパーツをもう100個以上は詰めてたと思います。もしあったら 1.5、6キロは行ってたんじゃないかなって思っております。はい、ということでお待たせしました。2023年の自分への誕生日プレゼントを見せたいと思います。ちなみに去年は仮面ライダーのベルトを2本買ったりと結構でかかったんですけど、誕生日プレゼントについては基本的に言えばもうがっつりレゴ以外になっております。まず一つ目を紹介したいと思います。一つ目はこちら！はい、こちら、王様戦隊キングオージャーのキングコーカサスカブトです。はい、こちらを今年の自分への誕生日プレゼントに買いました。ちなみにこちら定価は1万円で、僕は Amazon で7300円で買いました。やっぱ変形合体するロボットが大好きということもあるのと、今年のキングオージャーはなんと前人未到の20体合体をしますので、めちゃくちゃ楽しみです。ガングレビューについてはまあ個人的に言えばもうやらないかなって思います。続いて残りの2つは僕の家族が買ってくれました。まず1つ目はこちら。はい、こちらのレゴクリエイター大通りです。はい、こちらを僕の家族が買ってくれました。僕基本的に言えばレゴは自分のお金で買うって決めてるんですけど、今回は2級建築士の合格祝いということで買ってもらいました。ちなみにこちらは年明け頃に作りたいと思います。はい、そして最後3つ目はこちら。はい、こちらのモンベルのトライパックです。ちなみに僕プライベートで使っているカバンがあるんですけど、もう2年生か1年生の時に買ってもらって、もうボロボロになってしまったということで、こちらを買ってくれました。はい、ということで今年の自分への誕生日プレゼントはこちらにあります。今年はもう本当に2級建築士合格したということもあって、去年よりかはだいぶ豪華になっております。キングコーカサスカブトについてはこの後開けてゴッドキングオージャーにしたいと思います。で、レゴクラシックの大通りの動画は年明け頃に撮影したいと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。